西鉄バス北九州、中谷自動車営業所。西鉄バス北九州、中谷自動車営業所。にして、津バス北九州、中谷自動車営業所は、西日本鉄道のバス市会社の一つである、西鉄バス北九州の営業所の一つ。主に、北九州市小倉南区の西部と小倉北区の南西部を担当する。 福岡県北九州市小倉南区大麻高津尾523番地の一北九州空港エアポートバスについては大規模路線見直しまで営業所ではなく少し歩いたインターチェンジバス停からも別系統のバスが発着しており利用が可能であった見直し後は高速道入り口手前に一本化か,かつては文字営業所との共同運行で中谷田野間の 全工程約1時間30分を要する北九州地区屈指の長距離路線であった。西鉄北方線の代替路線として運行が開始された。特力団地経由のため、特力公団前駅は経由しない。2015年10月1日より、田野浦発着が全便文字駅前発着となり中谷営業所の単独運行となった。 文字駅での乗車扱いは従来通り3号線上のものを使用するが、折り返しまでの待機が南口ロータリーで実施する49番と違い、北口ロータリーで実施するようになった。全便がスロープ付け中型車を使用する。かつては12番が若園、中谷線、21番が今町線と別々の路線だったが、2014年度の JR に合わせたダイヤ改正で、 両線の運用効率を高めるため路線統合された。このため、スナツ到着後にルートを切り替えて運用されることがあり、旧今ママチ線の営業所送り便が大幅に減った。12番の大半は、スナツコ・倉南ミ役所前の運行だが、小倉駅、バスセンター折り返し、出入便として中谷に発着、平日のみ、国立小倉医療センター経由、折り返しがある。 21番の大半は、津リ森ネだが、朝を中心に、襟折り返し、本数は少ないが、デイリビ,ビンとして、中谷発着、襟中屋でと重複する45番と違って、南方三丁目経由のみがある。12番、中谷系統に関しては2017年9月1日の、ダイヤ改正で、森常、特力新町間の運行経路が変更となり、 北九州モノレール小倉線との乗り継ぎ利便性を高めるため森津根本町リンガーハット前には停車しななり森津根駅停留所に新規停車する形となった合わせて高速バス降車場となっていた小倉都心行きのバス停も駅直下に移設された2017年3月24日までは砂津小倉駅バスセンター間について砂津発で朝香通り 京町三丁目に停車していた。2008年3月24日、文字駅山田線の一部と再統合された。岩花経由と南方三丁目経由があり、かつて存在した西谷変電所系統はすべて岩花経由だった。24番系統は事実上廃止、赤坂海岸循環として分離され朝の営業所へ移管。なお記念病院夜間を除き、駅、 バスセンター折り返しループから移転後の小倉記念病院との往復便に変更れた。中谷小倉駅、バスセンター間については変わらない。鴨尾入口小倉駅 BC 間は、青葉営業所担当の文字駅山田線と重複しているが、青葉担当分は、山田緑地スナツ間で土日祝日の運行となってる。大型車、または中型車が使用される。 この営業所にとって主管路線である。運行本数が他の路線に比べ格段に多い。車両もスロープ付け大型車での運行がほとんどである。34番の大半は、スナツ C 車庫だが、C 車庫の三つ先の母原発儀、新道寺経由で中谷発着、平日、土曜夜の最終のみ、取得ランチとめがある。 三十二番と百三十二番は森常、北方地区から、西南女学院や、東地区市丹内などの通学輸送を目的として、設定され、平日、土曜の朝夕のみ運転される。戸畑方面はすべて、戸畑駅の一つ手前の麻生市場前が終点となり、折り返しは、戸畑駅発となる、折り返しまで、戸畑営業所で待機。十四番と違って、中谷発着は、 特力嵐山口駅経由となる。132番は、北方から都市高速経由で、平日の麻生市場前行きのみ運転される。麻生市場前到着後は戸端営業所まで改装され、折り返しは戸端駅から32番となる。36番は、当初都市高速道路経由の134番として、設定されたが、2016年10月のダイヤ改正で、番号変更の上、 国道3号国道322号バイパス経由に改められた。大半は、須ナツ C 車庫であり、一部は、小倉駅、バスセンター折り返し、特力嵐山口駅経由で、中谷発着もある。2017年3月24日までは、須ナ小倉駅、バスセンター間について、須ナツ発で、京町3丁目に停車していた。また、スナ港はそれ以前から、 米朝には停車しない。大英特力ガとの再開発計画の遅れや、収益性向上などの課題を克服するため、路線縮小が続く中、2010年度改正に合わせ以下の2路線が9月までの半年間、実験的に運行された。ただし、という特徴があった。その後利用動向を検討した結果、乗客数が少なすぎたため、 結局実験止まりとして定番化断念に追い込まれた。当初は9月までの土、被日に運行される予定だったが、6月20日をもって一旦打ち切られ、その後は夏休み期間となる7月17日から8月29日までの土、被日のみ運行された。結局半年もたずに早々と姿を消した。バス便が完全に廃止された区間のみ示す。 これ以外の区間は別路線が代替し、最初以外は北斗観光バス、平尾台観光タクシーが代替交通手段を運行している。中谷ローカル線の前身である路線、小倉一部は戸端まで運行していた。市入口森常間で134営業所域と同じ山手一丁目経由ルートの便が運行されていた。中谷営業所移管後、 国来機から朝の営業所まで行く便と改装を兼ねた新旧国道322号を通る便などが運行されていた時期があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。